はい、えー、どうも、こんにちは、えー。格闘家、アスリートのセカンドキャリアを考える、えー、速歌塾の久保でございます。今、ご覧いただいている画像は、新田明ミさんですね。新田明ミさんってご存知の方いらっしゃいますニッね。新田オミさんですけども。いや、私はね、実はね、今回のコンテンツを作る上で、初めて知ったのがこの方なんですよ。で、この方ってね、すごい有名な方なんですよね。その世界では。で、 なんで有名かっていうことは、ちょっと調べると私ね、この人が書籍を出してるっていうことにも気づいたんですよ。あの、Kindle の書籍なんで、実際のリアルな本ではないんですけども、その冒頭でね、セカンドキャリアを考えるっていう私のコンセプトと、ま、あ、ぴたり一致した書き出しを見つけたんですよ。例えばこんなくだりです。セカンドキャリアを充実させるためには、現役時代の実績が大切だ。ね。 アスリートが現役を引退した後の第2の人生つまりセカンドキャリアについて語る際多くの人がこのようなことを口にするとこれは一見その通りだよねって私も思ってますやっぱり格闘家の方で有名な方とかね試合に出まくった方とかメディアに露出した方とかなんかでチャンピオンを取った方とかねそういった方がやっとセカンドキャリアを何とかできるのかなと思ったわけなんですけどもじゃあそうなるとね セカンドキャリアに行き着かないいわゆる一般の格闘家ですとかトレーナーさんとかっていうのはどういうことになるのかなと例えばキックボクシングにしてもボクシングにしても普通に事務生として通っていてその後ボクシングや格闘技に本当に魅力を感じてですねそのままその世界に入ってでも目覚ましい試合経験もなくかといってランキングに入るわけでもなくでも体や健康面すごくねタフな選手として 生きててるる人ってのは5万といるとい思うんですよじゃあそういった方には次の人生が開けないのかなってことになっちゃいますけどもそう考えるとね本当に現役時代の実績が必要なのかなっていうふうに私は考えるんですよ私は違うんじゃないかなと思います例えば今回のこの新田さんにしてもね1993年に19歳の頃にプロボクサーとしてキックボクサーとしてデビューしてるんですよで16年間現役生活を送っておられました その間に2回の世界チャンピオンになり3回の日本のタイトルを取ってるんですよすごい実績ですよねしかしですねこの方がセカンドキャリアとして選択したジム経営まあこの方実績もあるし熟成さんも集まると思ったのでジムをスタートしたんですよねでもニッさんほどの実績や経験があることでもジムの経営をするとなるとね借金が2000万できちゃったとかね でジムを潰さないといけないみたいな本当に苦しい暮らしを送ってられたんですよだからねセカンドキャリアに現役時代の実績って関係ないんだろうなと思うんですよ特にジム経営っていうのは経営のセンスが問われるわけなんですけども格闘家の方っていうのはねもう例えばすごい頻繁に試合をする人でも4ヶ月に1回ぐらいが限度だと思うんですよ4ヶ月に1回ジムに出て試合に出てで一生懸命戦うとで勝っても負けてもダメージがきますよね ダメージの回復、そして、日々のトレーニング、試合前の調整とかになると、減量もあったりとかして、4ヶ月に1回でもすごいハードなね、カリキュラムだと思うんですよ。1ヶ月に、1ヶ月じゃない、1年にね、3回試合をするってのがどのぐらいタフなのかってことがちょっと想像できると思います。まあね、私たちから見ると、毎日でも試合できんだろうみたいに思っちゃいますけども、そんなことはないですからね。やっぱこう、日々のトレーニングがもうすでに試合と同じぐらい、それ以上消耗するわけですから、 しかも、怪我をしたらもうしばらくトレーニングできませんからね、試合もできないかもしれないわけですよ。まだまだ問題ありますよ。やっぱ試合の、そのいわゆるギャラですよね。それで暮らしていける人ってほとんどいないんで、やっぱ試合にもギャラをもらうけども、普段ほら、アルバイトをしながら生計を立てているっていう方がほとんどじゃないかなと思うんですよ。そういった意味で言うと、一流の格闘家でもね、綱渡りなんですよね。で、怪我をすれば一瞬にして、もうその人生がね、 できなくなってしまう。でも、怪我をするようなことをしてるわけじゃないですか。普段から。うーん。だからそう思うとね、本当にね、5体満足で生き残るってことがほとんど不可能な、そんな世界に、5体不満足な人を対戦相手に作り続ける。それが格闘家ですよ。自分が勝てば目の前の人のチャンスはなくなる。それを知っていて戦わなくてはいけない。で、やっぱね、 そののアスリートの世界ってのはすごく厳しいでも、ね、うんで勝ち続けても30代の後半とか40代になってきたらとてもじゃないけどもねうん若い選手にはなかなか叶わなくなってくるところを見ると次の人生も考えなくちゃいけないと。よく言われますけどもボクサーの人生はリングを起きて降りてからのが長いって言われるんですよね。どれだけボクシンンググで自信があっても本当にね、リングを降りたら 誰なのあんたって感じなんですよね。昔ボクシングやってましたねぐらいのもんなんですよ。それを使うその場所ってのはもうないわけなんですよね。だからこそあの私はそのセカンドキャリアってものを実際にね作った人っていうのがこれからの格闘界のセーフティーネットになると思うんですよ。まだはっきりとした道は作れませんけども 今だったらなななんととかかるんじゃないいも思います。格闘家のセカンドキャリアアスリートのセカンドキャリア前例はほとんどないと言ってもいいぐらいですもしあるとしたら格闘家というキャリアを生かしながらタレント業をやるってことなんですけども誰もができることじゃないですよこれはだって格闘家だからって言ってもてはやされるようなそんなタレントの世界ないですからね タレントの世界にはタレントだけをやりたいっていうふうにタレント専業の人がね山ほどいてそれでもこぼれてしまう世界なんですよそこにですねタレント業なんてやったことない人がうん入ってきてやっていけるっていうのはなかなかないですからね本当一部の方だけに限られちゃうんですよそう考えると本当にこれからアスリートの第二の人生を考えるときに私は当事者ではないんですけどもただね自分が当事者だとしたら どういういうに自分の青春時代に命を尽くしてきたそのアスリート格闘家というその自分のキャリアをね次の世界に持っていけるのか生かしていけるのかもしくは生かさずに全く一からスタートの世界でどうやっていくのかっていうことも考えなくてはいけないと思うんですよね。ななななかなか答えの出そうなことででははいんですけどもただ人生は だからといって巻き戻せるわけではないんで絶対に何か見つけないといけないかなと思うんですよ。ですんでね、えー、たまにこういう動画を上げてアスリートのセカンドキャリアについてまあ私もね思ったことをどんどんお話ししていこうかと思いますんで、まあ、よろしくお願いします。それでではは今回1回目ここんなところで